かでかい愛です。喫茶店でアルバイトしてます。それはまあ言わんもんです、はい、そのケニアの王様。いや言ってくれ。難波の20番出口から歩いて20秒、ケニアの王様よろしくお願いします。喫茶店は好きです。大好きです。私の生きがいです。なんで喫茶店は最初は、まあ、喫煙者になって、まあ、それもまあまあまあ男の影響なんですけど、その時は街の喫煙所とかで吸うだけやったんですけど、まあ、タバコ吸えるバーとか居酒屋とか行ってるうちに昼からタバコ吸いたいなみたいな感じになって、その時に私が住んでたのが京都で、でも家からもうほんまに歩いて3分ぐらいのところにめっちゃ素敵な喫茶店があって、喫茶マーチ、喫茶マーチです。大宮、阪急大宮駅から歩いて、まあ、8分ぐらいの、まあ、私の前の家がバレる。前の家はバレてもいい。ミブ坊城町っていう地名なんですけど、そこの喫茶店が大好きで、マジで毎日通ってて、それのおかげで、まあ、こう心に事情がある方の私でも引きこもりにならずに済みました。何がいいですか、そういう喫茶店。なんか人と喋ってもいいし、喋らなくてもいいし、こう仕事しても作業とかしてもいいし、別にせんでもいいしみたいな、自由、自由というか、自由って言うとなんか薄っぺらいな、なんて言ったらいいんかな、あるがままでいられる、まあ、あの裸になったりとかせん限り。裸踊りとかしたらさすがに追い出されるけど。うん、一応裸になりたいっていう欲望のとこにないです。今すね毛ボーボーやから。それ別に。タバコを吸い始めるきっかけって。は当時付き合ってた男の人が、まあ、喫煙者ラッキーストライクスってあったんですけど、彼が結構デート中に喫煙所行ったりとかする人やって、喫煙所でなんか何も手持ち無沙汰でボーっとしてるのすごい嫌で、私も吸おうみたいな感じで吸い始めました。一番最初の銘柄は、一番最初の銘柄はもう今はなきメビウスオプションリッチプラス6ミリっていう、カプセルなんやけどメンソールじゃないっていう、めっちゃメープルの味するタバコがあって、今がもうその次からウィンストンキャスター。え、じゃあずっとずっともう6年ぐらいずっとこれ。前のタバコがメープルの味やって、それに似た味で探して、まあコンビニとかでも買えるしみたいなんで、キャスターか、あとアークロイヤルのパラダイスティー。でかいちゃんが一番タバコうまいなって思う瞬間どういう瞬間ですか？やっぱ働いた後と二郎系ラーメン食べた後、二郎系ラーメン食べた後ほんまにえぐくて、私二郎系ラーメン好きすぎて二郎系ラーメンで2年働いたんですよ、大学生の時に。でまあまかないがもう二郎系ラーメンで量多いじゃないですか。例えば1キロ食べても無料みたいな、野菜もチョモランまで無料みたいな感じやって。あ、出していいです。あのラーメン層もめっちゃバイト募集してるんで、あのラーメン屋、二郎系ラーメンで働きたい人に来てください。めっちゃ宣伝する。バカでかい愛なので。タバコのいいところってどういうところなのか。あ、そう、それはね、なんかタバコ吸い始めてから気づいたんですけど、人間って日常生活で深呼吸することないなと思って、タバコ吸うと自然に吸って吐いてをするから、ニコチンがどうこうとかそういうなんか依存症とかじゃなくて、こうリラックスするための行動をタバコがもたらしてくれるみたいな風に思ってます。タバコを吸い始めて初めて私は、そういえば今までの人生で息抜きってしたことなかったなと思って。タバコのいいエピソード、悪いエピソード、どっちでもいいんですけど、でかい茶の中でなんか残ってるタバコに関するエピソードみたいな。一生忘れへんなって思うのは、まあ、当時私は、まあ、めっちゃ浮気症やって、でも浮気症やでって言ってで起きながら、それでもいいって言って付き合った人がいて、その人の前では君と付き合ったから私は浮気をやめたっていう体にしてたのに、結局浮気しとって、実際は浮気してて、別に気持ちは浮いてなくて、その子のことはほんまに好きやけど、もう若いの今のうちやしと思って、まあ遊んでるのがバレた時にもらって帰って話そうみたいな。私がその時確かキャバクラで働いとって、勤務中に LINE が来て、ここの見たんやけどみたいな言われて、帰りの道で、あ、もうだるって思いながら3本ぐらいタバコ吸った。あの時のコンビニでハァってなった時のことは多分一生忘れへんと思う。もう浮気せんとこって思った。浮気したいなら
パートナー作ったらあかんし、パートナー作るなら浮気はしないっていう風に決めました。私インターネットででかい口叩いて恋愛相談とか載ってんのに、ね、マシュマロでね、マシュマロでバカでかいマシュマロとかやって偉そうな口叩いてるけど、今でこそまあパートナーとオープンな関係やから別に何の罪にもないけど、当時はめっちゃ浮気症やったし、でも浮気される気持ちも分かるし浮気する気持ちも分かるしみたいな感じ。でかいちゃんにとってタバコとはっていうのは一言で言うんだな、一言で命綱もうこいつにすごく助けられてる。こいつのおかげで楽しいこともいっぱいあったし、こいつのおかげで、まあ、文字通りね、キムタかられることもあったし、でもこいつのおかげで悲しい時にいやでも明日喫茶店でタバコ吸おうってなるしっていうので命綱やなと思ってます。インストンキャスター、その大学の先生がよくやってたことなんですけど、大学が私芸大で出て火を扱ってる先生がいて、火がある場所には人が集まる、それは火事もそうやし焚き火もそうやしみたいな、でそういうワークショップとかをやってる先生がパイプのタバコを吸う人で、やっぱ火のある場所には会話、人が集まって人が集まれば会話が始まるから、そのコミュニケーションのきっかけとしての火っていうのを研究してはる人で、それすごい私はその通りやなと思ってて、そうで、だからタバコはコミュニケーションを生んでくれるから、喫煙所で例えば火をちょっと嗅いだだけの人ともちょっとくだらない雑談が始まったりとか、もともと仲良かった友達と深酒するときにタバコがあったりとか、タバコがすごいコミュニケーションを生んでくれてるなっていう風に思うから、私はタバコを多分もう医者にやめろって言われてもこれで死ぬなら本望や言うて多分吸い続けると思う